皆さんこんこにちは新たなシリーズということで、えー、天気の用語解説ということで、えー、天気予報やね、えーまあ、天気に関する、まあ、ニュース速報なんかでよく聞く言葉をですね解説させていただくシリーズ、えー、今回第1弾ということでね、えー、前にねちょっとねフェーン現象ですとかね、えー ラ忍者検証、L 忍者検証についてね、まあ、軽く、まあ、述べてきたところがあるんですけども、これもまた、ね、新しくこの天気予報解説シリーズでね、また深くこうね、解説させていただくようなシリーズにこうさせていただきたいと思います。では今回、第1弾は天気予報でこれまたよく聞く言葉なんじゃないかなと思います。日本で起こる大雨災害や豪雨災害といったときにです、ね、よく聞く言葉というのが、線状降水帯という言葉なんですね。 でこの線状降水帯と呼ばれる言葉なんですけども、これが使われたのが本当にごく最近のことでございます。えー、2000年代に入ってからのことなんですよね。 えー、よくよく考えてみますと、ねえー、2000年代より前の時期ね、ね、えー、昭和とか本当に平成の初期の頃っというとね、ね線状降水帯という言葉はあまり聞かなかったんじゃないかなと思います。線状降水帯という言葉がですね、えー、よく使われるようになったのが、ねえー、これが2014年8月に起こりました広島県の大雨災害、さらに2018年8月の、えー、秋田県、岩手県などで発生しました大雨災害、さらに平成24年7月9、えー、平成9 24年7月、九州北部豪雨といったところですね、えー、こういったものは線状降水帯によって、えー、引き起こされたというふうに考えられておりまして、えー、この線状降水帯という言葉がですね本当に2010年代以降によく使われるようになった言葉でございます。 では、このまず線状降水帯の定義について、えー、まず述べていきたいと思います。でこの線状降水帯という、ですねまあ、厳密的な定義は存在しません。えー、まず現、本当に線状降水帯というのは、本当に2014年8月の大雨被害、広島県の大雨被害以降、頻繁によく使われになった言葉なんですね。さっきほど言った通りでございます。まあ、あの使い方によっては、えー、多種多様だ、あ,あるわけなんですけれども、えー、例外も数多く存在します。えー 線状降水帯、えー、大きさは幅20から50キロメートル、長さ50から200キロメートル、えー、数時間をほぼ同じ場所にとどまるものというふうにこうされてきてはいるんですが、ただ、それよりも、ね、短かったりということもありますし、それよりも長い、えー、という可能性もあります。ああまままりりりね、えー、見られるような形もありますで、ね、今年、ね、降りました、ねえー 九州南部を中心にね、えー、こう被害が出ました八代,の、ねえー、八代市やあ水俣市、まあ、そして、ねえーまあ、こういったところで大雨の災害が。 起こりますした、ね、うことがありましたこれもね、えー、線状降水帯に、えー、よって引き起こされたまあ現象ということなんですけどもこの時の線状降水帯は、えー、幅20から50キロメートル長さ50から200キロメートルというところでは片付けられないね、えー、非常に大きな線状降水帯非常に長い、えー、線状降水帯が起きていたというふうにこうされてきています。 でここでね、えー、じゃあ線状降水帯というのはどういったところでこう発生しやすいのかについて、えー、まあ、確認させていただこうかなと思います。まあいろんなね、えー、要因はあります。まず1つ4つ目4つあるのでね、ぜひ。 覚えてほしいんですけども、まず線上結降水帯を形成する個々のセキラウの源となります大量の暖かく湿った空気が、えー、大気化層に継続的に流入することになります。まあ、ここで言うならば、えー、南から暖かく湿った空気が流れ込む。これはつまり台風や熱帯低気圧のことですよね。でさらに太平洋高気圧、太平洋高気圧時代もね、えー、風の流れがねこう日本に向けてこうね暖かく湿った空気、まあ太平洋高気圧時代 この太平洋高気圧は小笠原気団という、ねえー、区域に属しているんですけども、この小笠原気団というものが、暖かく湿ったという、ねえー、意味を込めていますから、ここから流れ込む風、さらに台風や、ね、熱帯低気圧といったものも、ですね、暖かく湿った空気を、ね、日本にこう送り込む、ねえーまあ、ものがありますから、こういったものがまあ一番にこう当てはまると。で2番、大気活動の暖かく湿った空気を自由対流高度まで持ち上げる強制力、すなわち前線、地形。 えー、レイキプール波などが存在すするここととということですね、えーまあ、よくね、えー、大雨の被害というものは大体梅雨の時期とか秋雨の時期に起きやすいというふうにされてきています。まあ、ここ最近の、ね、傾向を見ても、まあ、あの梅雨前線に伴った、ね、大雨によって、まあ、九州北部豪雨西日本豪雨なんていう,、ね、こういう言い方もあるんですのよう、ね、あるんですけどもこれもいずれにしても梅雨前線が引き起こ,引き起こしたあ、まあ、大雨災害、まあ、これも線状降水帯と呼ばれるものが が数多く発生したからということになりますからまあ、これが2番に当てはまるということですねで3番目大気の状態が非常に不安定であるということ具体的には自由対流高度が低く浮力がなくなると高度が高いことが好条件となりますまあこれで言うならばですね簡単産地がこうあの当てはまるんじゃないかなと思います 関東産地および関東平野ですよね、えー。台風とかね、えー、太平洋高気圧によって、えー、南から暖かく湿った空気がですね。えー 関東山地にぶつかりまして、そこでね登っていく上昇気流が発生して、えー、小さな低気圧を起こし、積乱雲を作らせて、そこでねゲ、えー、リラ豪雨的な感じでねこう降らせる、えー、形なんですけども、そのゲリラ豪雨がね、えー、その積乱雲がね、一とかとまりというかと、ね、えー、こう長く連なったような形になっていく、これがもうすな,すなわち線状降水帯に近いような形、もう線状降水帯と言ってもいいかもしれませんね、これが3番に当てはまるかと思います。 4番目、個々の積乱が組織化するため適度な炎着シーアームシーアが存在するというところですね。この4番に関してはちょっと難しいかと思います。えー、まあ簡単に説明していきますと個々の積乱が組織化する、まあ、どういうことかというとその積乱がですね、えー、まあ巨大化するとかそういった意味だと思います。巨大化したり、まあ、長くなっていくという、ね、状況なんですね。えー、これはどういった状況になるのかということなんですけどもつまり積乱が発達するという言い方の方が正しいかと思います。 はい、ということで、ね、今回は戦場構成について解説させていただきました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。